どうも、コーラ沢です。新年デッキが続いたので今回はスプライト使ってみます。新規カード1枚のみの追加にもかかわらず結構パワー上がった鉄獣型です。いつも通り細かいレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、この初手なら鉄獣とスプライト両方の動きができそう。まずはレベル2を用意してスプライト共通効果で展開。スプライトはレベル2モンスターが場にいるときチェーンを組まず手札から特殊召喚できる。墓地に送られたキット効果で鉄獣の動きに移行としたら妨害されましたね。これまでの鉄獣なら無理やりギガンティックスプライトにならないと展開止まる場面。しかし鉄獣スプライトは新規の力によって新たなステージに移行した。エルフで素材を用意してスプライトスプリント。スプリントはリンク成功時にレベル2をデッキから墓地に落とす。デッキから墓地に送られた素早いアンで素早いの名を持つモンスター2体をリクルート、素早いビーバー2体でギガンティックスプライト、いつもの効果でレベル2モンスターをリクルート。鉄獣出してもいいけどここはブルーを出してスプライトで盤面固める。ブルーでサーチしたジェットでスプライト魔法をサーチ、スマッシャーズ素引きしてるからリクルーターだな。リンク以外のモンスター2体でマスカレーナ、だいたい今までのスプライトと同じ盤面だが新しくスプリントが立っている。こいつは他のモンスターが特殊召喚されると自分のエクシーズ素材を外してモンスターをバウンスできる。効果使い終わったギガンティックを場に残すことで除去になるという綺麗な盤面。こっちの盤面を食べられそうになったのでスマッシャーズでチェーン。相手は楽園デッキか。デスピア色強いな。混ぜ物を2種類に限定した深淵楽園かな。こっちに優先権回ってきたのでエルフも発動。お互いのメインフェーズに墓地からレベル2を蘇生する。蘇生するのはモンスター効果無効持ちのレッド。コスト2ランク、リンク、レベルのいずれかが2のモンスターをリリースしないといけないので効果使い終わったスプリントあたりをコストにしたい。スマッシャーズは墓地からスプライトを除外して3つの効果から選択。2に関係したモンスターと相手モンスター除外効果でアルバスを除去するつもりだったが、スマッシャーズは対象に取らない効果なので融合で逃げた先を潰せる。楽園融合でルベリオン出すならレッドで無効にしてやればいいし、アポロウーサ出さなくてもレッドで止められそうなのでスターター使っておく。破壊しなくていいモンスター効果ならレッドはジェットリリースして盤面残したいし、ガチで困ったら隕石落として全て壊すんだやればいいと思ってたけどこの盤面崩したくない。一部のスプライトが持つ召喚制限解けたので大エース。ティアラメンツじゃないなら安心してバック割れる。微妙に打点足りてないので展開。フラクトールを手札から捨てて墓地に鉄獣を貯める動き。フラクトール、きっと、ナーベルと繋いで最後はケラスを手札に加える。鉄獣の墓地除外リンク。この効果は発動後獣獣戦士鳥獣属しかリンク素材にできなくなる制約があるので注意。一応 B ステッドが飛んできても押し切れるよう展開。これで打点は十分。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの高校、スプライトといえば枠の自由さから大量に誘発詰めるのも強み。まあ墓地に送らず除外系で半分死ぬんですけども、深淵がいるせいなのか墓地メタのエクソシスターとかクワンダリーズが多いと感じるのは気のせいか。一回墓守デッキの玉座に手札全部叩き落とされてぶった曲げたぞ。こっちの初手は誘発というより貫通札に偏ってるな。頼むぞ隕石、お前が頼りだ。なんて気持ちいいコロニー落としだ。これはあれだな、双剣のバロネス出てくる前に隕石落とせた時と同じ気持ちよさだ。伏せもないってことで安心して動けそうだ。素早いビーバーの召喚成功時に素早い系モンスターをリクルート。ビーバーはスプリントからアンコーでリクルートするだけでなく、レベル2を並べてリンク、エクシーズに繋がる。裂け目のせいで紙とかしたアンコーを飛ばしてスターター。デッキからスプライトモンスターをリクルート。ブルー、ジェット、スターターはどれか1枚あれば3面展開。中でもスターターは召喚制約がつく代わりに単体初動として運用可能。ギガンティックスプライトの処理でリンク2を素材にエクシーズ。こいつはエクストラモンスターを素材にしている場合攻撃力が2倍になる。リクルート効果で出したキャロットを使ってマネキンキャット。一旦バトル。メイン2で握るとマネキンキャットをスプライトエルフに、メイン時効果で墓地の魔法穴無効持ちのキャロットを蘇生。モンスター効果は包容で止めるしエクソシスターは拮抗とか入ってるかもしれないしな。エルフで蘇生したいスプライトはエクシーズ経由で裂け目を避けながら墓地に送っておいた。優先権が回ってきたタイミングでブルーを蘇生。これでキャロットのコストは用意できた。さらにスターターでレッドをリクルートしてモンスター効果も牽制。指名者2枚に罠もある。拮抗はキャロットで止める。裂け目がなんぼのもんじゃい。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、これはビーバーからスプライトで動いてギガンティックで鉄獣も出せるかな？その程度の妨害なら何の問題もない。むしろスプリントでアンコーを落とす理由ができた。破壊されないならスプライトの召喚条件を満たす。そっちが本命か。困りましたねー。レッドがいたら妨害してさらに展開できたんだけどなー。これは止まるしかない。まあ無効妨害2枚に G もあったらなんとかなるやろ。スターターは即開いて最初の魔法を確実に止める。
どうも、さっきぶりですね。これ、つまらないものですが G どうぞ。こいつ無視して動いてきやがった。このターンで殴り切るつもりなのか？やべえ、スターターの制約で2ビル落とせないぞ。それはマルファ不可避なので当然ダメ。持ってんのかい？まあやるとしたらここかな。チェーンの除外は受け入れようじゃないか。ここで終わってくれたらこのターンは生き残る。さて、あの除外女をどう処理しようか。エクシーズチェンジで逃げられることも考えて処理しないとな。トップが最強だったのでビーバーから展開。こっちの G は通して相手の G は許さない。これが遊戯王。墓嵐絶対許さないマンのエクソシスター相手に墓穴使えるの最高。ビーバーが通ればランク2の構え。マネキンキャットをエクシーズ。相手はどう出るか。お、ここで使ってきたな。じゃあチェーンしてスマッシャーズ。このままだと除外されちゃいますよ。まあやるとしたらここしかないよね。しかしスマッシャーズは対象に取らない効果。メタモルフォーゼで逃げた先を潰せるぞ。はい、今出てきたミカエリスを除外。ちなみにマネキンキャットをスルーしても効果で雪ウサギをリクルートして処理してた。見えてる妨害は処理したのでここから鉄獣の動き、素早い含めて3種類の展開パターンから動き出せるの強い。鉄獣妨害された。じゃあスプライトで動こう。スプライト邪魔された。じゃあ鉄獣の動きに移ろうってな感じで、これまでは鉄獣とスプライトどっちもアクセスできるのがギガンティックだけだったが、スプリンドの登場で素早い経由でさらに展開手段が広がった。ハンデスしてもいいかなと思いつつこのターンで決めるためにドロー。ジェット引けたのはラッキーだった。ベアブルムで手札2枚捨てて除外されているキットを特殊召喚。鉄獣の墓地リンク4でシュライブ。鉄獣の制約はリンク素材の種族縛り。条件を満たしてるならエースは出せる。対戦ありがとうございました。改めてデッキレシピ、鉄獣スプライトは誰が組んでも大体こんな感じになると思います。入れ替えるとしたらピン刺しの誘発、ウサギはキャットのリクルート先に今多い光属性しかなかった時用、隕石は最終兵器なので鉄獣サーチになる炎舞天気なんかと変えてもいい。それ以外はデッキを厚くする形での調整になりそう。全体的に光、闇属性以外の属性多めでビーステッドに食われないのが今の環境的に合ってた。それじゃあ今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。